はい、始まりました。石門ジャップ TV。 年末のこの時期といえば天皇杯、 J1 勢の川崎フロンターレとガンバ大阪が共に貫禄を見せつける2対0の勝利。サッカーをあまり知らない妻とテレビ観戦しておりましたが、試合を解説する早野さんのダジャレの意味の解説を求めてくる妻に困っている石門ジャップ。シュートを外した藤原選手に対して藤冬って言ったり、徳島がタキシードをようやく脱いだだの、サッカーを全然知らない妻には解説になっていない模様。そこで本日は前回の動画の続きとして2020年 J2 アウォーズの後半編をお送り届けたいと思います。後半編のコンテンツとしては3、4、5となっておりまして、まずコンテンツの3番目ですが、過去にアップした各月のベストイレブンをおさらいして、今年新発掘した選手を掘り下げながら各月ごとの J2 の出来事を振り返ります。そしてコンテンツ4番目、2020年シーズン年間ベストイレブンを発表します。各選手ごとに言及あり。そしてコンテンツ5番目は、年間ベストイレブンに選びたいけど数の関係で漏れてしまったけど、この選手もベストイレブンに選びたいというサブ年間ベストイレブン的なものをおまけ感覚で発表しますので、ぜひ最後までご視聴していただけると嬉しく思います。それでは早速コンテンツ3番目の各月のベストイレブンを振り返っていきたいと思います。まず7月の J2 の主な出来事からですが、この通り7月末時点では長崎が8試合で無敗と首位独走、大宮も当初は2位と好調で、いつも通りの昇格圏内に絡んでくる大宮でした。ですのでこの後ずるずる転げ落ちることになるとは思いもしませんでした。そして新潟はシーズン当初打ち合いが多く、北九州も序盤戦から頭角を現してきており、福岡は意外にもシーズン当初から3位に位置付けしており好調でした。そして京都はホームで3戦3勝と大型補強と新スタジアムブーストが発動していた7月。そんな7月の J2 月間ベストイレブンはこいつらだということで、まずは前線の宇高選手のホームで絶対点を取る宇高フィーバーぶりはすごかった。完全にお祭り状態。なぜかゴール前ではピーター宇高選手にボールが回ってくるという神がかり具合がインパクト絶大。あと今季から10番の本間シオン選手が頼もしい。ドリブルの切れ味は昨年からすごかったんですが、0から100にスイッチを入れるループパスはディフェンダー泣かせ、まさに魔法。渡辺新太選手との J2 屈指のホットラインが開通しつつありました。しかも彼自身ゴールがいちいち派手、客を呼べる選手だなと思いました。そしてチームとして見てみると、やはり7月末時点でダントツ首位長崎勢から多くなっているのは当然の流れかなと。そして今年新発掘したのはその長崎からマイクマ選手。今シーズンから右サイドバックに配置された選手ということで、もともとフォワードの選手らしく攻撃力が半端じゃなかった。対戦相手として見ていても、なんやこの攻撃の選手のようなサイドバックはと思ったのを鮮明に覚えています。あと他で新発掘した選手は、北九州の村松選手。この選手は和製カンナバーロ。体が半端なくエロい。ムッチムチのムッチムチ。8切れんばかりの太ももから成り立つ馬力を生かした守備で、同じくベストイレブンに選んだピーター宇高選手を封じていたのを見て衝撃を受けた選手でした。そして次、8月の J2 ですが、主な出来事はこの通り。今シーズンの J2 で一番の衝撃、ギラバンツ北九州の8月7戦全勝と7月の勝利と合わせて9連勝達成という衝撃。7月末時点で首位だった長崎と勝ち点差が9あったものの、勝ち点差を1に縮める2位に浮上。監督もあの昇格受け負い人の小林慎二監督なので、 J1 に昇格の2文字がちらついたレベルではなく、これはもう J1 に行くと思った記憶がまだ鮮明に残っています。そして一方調子を上げるチームもあれば、その逆も。7月末時点で2位の大宮が13位に、そしてあの昇格を結果的に果たしたアビスパ福岡が15位に。アンビリーバボーとはまさにこのこと。この時点ではこの福岡の巻き返しがあるとは誰も想像できなかったんではないでしょうか。そして他では東京ヴェルディのサッカーがこの時期完成しつつあったのと、千葉と山形が勝ち点を着実に積み重ねたり、多くのチームが勝ち点を一気に稼いで混戦の予感が漂った印象のある8月の J2。 そんな8月の J2 月間ベストイレブンはこいつらだということで、これはもう全員北九州の選手にしてもいいくらいの出来でした。
しかしそれも面白くないので、さすがに J1 でトップレベルで活躍した大森選手が貫禄のある活躍をしていたので選んでみたり、4試合連続得点を取った金沢の加藤睦月選手を選んでみたり、8月で目指すサッカーの形を体現した東京ヴェルディから2人選出してます。その中で新発掘した選手は今年大卒1年目の加藤睦月選手と東京ヴェルディの藤田ジョエルチマ選手。加藤睦月選手はセレッソ大阪に移籍発表となり、やっぱりなといった感じですが、前線からしっかり守備もするし、味方を使うのがうまく、シュートを打てるコース取りが賢い感じがします。そしてそのシュートがバチクソうまくて、ザ・ストライカーっていう感じもします。そして藤田ジョエルチマ選手に関しては、マジで対戦相手として見ていて衝撃でした。18歳という年齢ながら物怖じしないボールを刈り取るような守備、そして状況に応じてパスの長短と緩急を使い分けることができる大人びたプレーにはびっくり。18歳の未成年が大の大人に対して取れそうで取れないようなディフェンダーを置き去りにするパスを出せる度胸と技術が本当にエグい。ドリブルで一人剥がすレベルのファインプレーだと思います。もう日本代表の中盤はしばらく安泰だなと思わせてくれた選手。5年後くらいにはワールドカップの日本代表にいてもおかしくない選手だと個人的には思います。そして次、9月の J2 ですが、主な出来事として、この月は今年の J2 のターニングポイントになった月かなと思います。あの7月8月首位を独走していた長崎が、9月勝利なしで首位陥落。そして前半戦首位で折り返した北九州が昨年の前半戦首位の京都同様、対策が進み失速傾向に。その上位2チームの北九州が失速する中、同じ北九州勢からなんと一度失速したアビスパ福岡が後に達成する12連勝のうち8連勝を達成する巻き返しがこの9月に、J2 および北九州勢の中で大きな転換期となった9月だと思います。またそんな北九州勢を尻目に、徳島がコツコツと勝ち点を積み重ねて、密かに首位に躍り出るという展開。そして他では、琉球の5対0と6対1の大量得点勝利試合や、栃木 SC のロスタイム勝ち越し劇など、インパクトの大きい出来事が多かった9月の J2。そんな9月の J2 月間ベスト11は、こいつらだ!っていうことで、この月は多数のチームでインパクトに残る選手が多かったということもあり、均等に各チームから選ばれている印象があります。一番賛否が分かれる月のベスト11かもしれません。何よりあのアビスパ福岡のボランチ、前選手が入っていないんですもん。前選手が復帰してからアビスパ福岡の連勝劇が始まったところから見ても選ぶべきだったのかもしれません。しかしこの月の小西選手も武田選手も本当に良かったので、ここはめっちゃ悩みました。他で2人福岡から選出しているので、前選手はやむなく選出外とさせていただきました。そして他で気になるのが、まず北九州の9連勝を止めた栃木 SC の功績。その栃木からは2人、柳選手と秋元選手。2人とも今年新発掘でインパクトが強すぎます。まず柳選手は思い出しただけで笑いが出るほどの9月の大活躍。センターバックの選手やのに9月だけで4得点。しかもそのうち2得点はロスタイム勝ち越しゴール。さらにそのロスタイム勝ち越しの2ゴールに関しては、共にロスタイムから出場というコスパの良さから、核兵器っぷりの危なささえ感じます。彼一人で勝ち点6くらいは、9月だけで持っていったと言っても過言ではない。競り合いが強いのもあるんですが、神がかっている感もあって、もはや怖い。人生のいい時間を、この9月の期間に一気に凝縮させていないか、心配になるレベル。この先来年も活躍してくれればと祈っております。そして秋元選手、例えるなら栃木 SC の体そのもの。よくチームの頭脳とかチームの心臓とかチームの手足とかっていう例えすると思うんですけど、この秋元選手に関してはチームの体そのもの。一生スプリントしていて栃木の前線でボールを奪うサッカーのスイッチは全て彼から始まるので、自ら奪う手足の役割もするし、スイッチを入れるタイミングも彼次第なので、頭脳にも手足にもなっているという意味では、秋元選手は栃木 SC の体そのものかなと。プレスはコースを切るだけじゃなく、本当に自分でボールを奪い切るくらいの全力プレスなので、ディフェンダーの選手は気が気でなかったと思います。しかもプレスキックも正確で、現地で対戦相手として見ていても脅威そのもの。ずっとスプリントしているので髪の毛が震えているのが覚醒モードみたいで、末恐ろしい選手が現れたなといった感じ。自分の応援する京都もこの選手には今季2試合で1ゴールずつの2ゴール叩き込まれているので、嫌でも印象に残っている選手です。
今年一番衝撃の選手かもしれません。だってずっと全力なんですもん。あと他で新発掘した選手は東野選手と山口選手と飯田選手。しかし東野選手と山口選手はまた別の月でも出てくるので、ここでは割愛します。では飯田選手について述べると、試合を通してムラがある選手ですが、スペースがあれば自慢のスピードで右サイドをぶち抜く様は見ていて気持ちいいですし、京都の3連勝にアシストやドリブルの起点でも大きく貢献したのでピックアップしてみました。そして次、10月の J2 主な出来事ですが、この月もいろいろありました。福岡が12連勝達成してついに首位に。一時は17位までいたチームが首位に躍り出る巻き返しは予想できませんでした。一方同じ福岡の北九州は相反するように調子を落とし、8月の全勝から一転、10月は未勝利。同じ福岡のチーム同士で明暗がくっきり。そして他ではこれから上昇する兆しのあった新潟がもったいない不祥事発覚。あとヴァンフォーレ甲府が北九州や徳島と上位相手に連勝で今年の J2 を面白くしてくれた存在だと思います。あと町田の堅守が目立ち、モンテディオ山形のホームでの大量得点などで調子を上げていき、9月末の16位から7位に一気に順位アップ。そして昨年まで J1 勢だった岩田と松本が監督交代して復調。あのガンバ、いや日本を象徴する遠藤選手が岩田に加入するという衝撃の走った10月。そんな10月の J2 月間ベストレブンはこいつらだということで、まずは遠藤選手の J2 入りでしょう。岩田も見違えるように成績が向上して、おまけに遠藤選手がフリーキックを決めるというところもできすぎた展開でした。あと他チームで気になったのが、福岡はもちろんのこと山形の巻き返しも印象強かったですので、その山形からは2人選出。ベニシウス・アラウージョ選手がようやく本領発揮。J2 の後半戦だけだったらこの選手は13得点と荒稼ぎしており、アシストも多くしておりましたので MVP レベルの活躍。見た目はパワー系ですが、どちらかというと技巧派の選手。特にプレースキックの精度が半端じゃない。いやらしいところにボールを蹴ってくる印象があります。あとストライカーとしては点を取れる場所をよく分かっている。あと他の選手で取り上げたいのが、9月から引き続き2ヶ月連続選出のドーグラス・グローリ選手。この選手はまさに壁でした。同じチームのキーパー村上選手にも言えることだと思います。まさにアビスパ福岡の壁だったと言えます。あと他で新発掘なのは、金沢の島津選手と長崎の名倉選手と町田の佐野選手。この月は本当今年新発掘の選手が多い。島津選手は強気な姿勢とシュートセンスがピカイチですし、名倉選手はドリブルが上手すぎ。ドリブルのタッチはもちろんのこと、自分の間合いで勝負するボールの持ち方はサッカー小僧感を感じます。そして佐野海舟選手、この選手は豊富なスタミナを生かした守備範囲の広さと1対1絶対に負けへん気の強さが、優しい顔とギャップがあって個人的に大好きな選手。チームには絶対一人いてほしい選手だと思いました。そして次、11月の J2 主な出来事からですが、徳島が首位奪還。ここに来て安定の徳島5連勝達成。その一方で福岡が徐々に勝ち星を落としてきている印象がありました。そして長崎が攻撃力を爆発させて昇格圏内に再びカムバックする予感が漂ってきました。そして他では京都がその当時好調だった徳島や山形、岡山に揃って勝利するというホームでの強さを復活させた印象のある11月の J2。 そんな11月の J2 月間ベストイレブンはこいつらだということで、まず首位奪還の原動力となった徳島勢から2人、柿田選手は自身に足りなかった決定力がついについてきたかなと。それ以外でのポストプレーやスペースを作る動きなど貢献度は高かったんですが、得点力を身につけ誰にも文句を言わせないくらいエースの風格が漂ってきたかなと。そしてもう一人、西谷選手に関してはチームの中心に完全になっていたかなと。今年から徳島に加入した選手とは思えないくらい自分でも持ち運べて、周りを使って崩したりと、栃木から徳島に移籍して元々持っている能力がさらに引き出された印象があります。あと他では京都のヨルディ・バイス選手、ロングフィードは相変わらず毎試合綺麗な弾道を一発は確実に披露してくれますし、好調チーム相手に J2 の壁と言わんばかりに的確なポジショニングでどっしり相手の攻撃を跳ね返しており、攻撃の起点になりつつゴール前にも入っていき、相手ディフェンダーをなぎ倒すゴールを決めたりと、ヨルディ・バイス選手に下克上という言葉はおかしいんですが、チームとしての下克上を果たした要因として挙げられると思います。
ピーター・ウタカ選手とヨルディ・バイス選手のホットラインは強烈でした。あと他で気になるのは、長崎が前線にあの横浜 F マリノスからエジガル・ジュニオ選手の電撃加入と即大活躍、これを取り上げないわけにはいきません。これはひょっとしてビファーレン長崎昇格圏内に再び戻るかもと期待をさせてくれるくらい長崎の攻撃力が光った11月でした。そしてそんな長崎から新発掘選手、木田龍馬選手、左サイドから強気に仕掛けるドリブルの姿勢が見ていて気持ちよかったです。自分のドリブルに自信を持っているのが見ててわかりますし、切れ味が抜群、まさにジャックナイフのような緩急をうまく使ったドリブルをする面白い選手が現れ、長崎の前線は J2 屈指のタレント軍団だと感じさせられた11月でした。そして次、12月の主な J2 の出来事からですが、まず何よりも徳島と福岡の J1 昇格、本当におめでとうございます。昇格したこの2チームは調子を落とし気味で、3位の長崎も最後まで食らいついてしぶとく勝利を重ねたものの、41節ここが分岐点、ビファーレン長崎としては甲府戦の引き分けと福岡と徳島の勝利により昇格の夢が消える展開に。9月に勝利なしと調子を落とした長崎の巻き返しには本当に感動しました。徳島は勝ち点差があったのでなんとか逃げ切った感、そして福岡は終盤戦の3連勝でラストスパートを切った昇格争いとなりました。そしてその昇格争いが加熱している中、12月、4勝1分けと絶好調なチームが現れました。そう、ザスパ草津群馬。オフェンシブなポゼッションサッカーがここに来て開花。そして他では佐藤久人選手をはじめ、名プレイヤーの引退など感動とワクワクと悲しみなど様々な感情が突き動かされた12月の J2。そんな12月の J2 月間ベストイレブンはこいつらだっていうことで、群馬から4人選出、元群馬の高井選手を含めると半数が群馬関連の選手、それくらい群馬には驚かされた月だったと思います。特に岡村大八選手はこのコロナ禍の超過密日程で全日程フルタイム出場はもうフィールドプレイヤーとしてはエグすぎる。身体能力の高さで群馬のハイラインを支えた選手と言っていいでしょう。あと群馬の E の選手、突然現れた超スピードスター、この選手を対戦相手として見るまでは正直知らなかったです。ボールを持つとワクワクする馬力のあるドリブルは脅威そのもの。そして元群馬というつながりで現在山口所属の高井選手が半端じゃなかった。12月だけで4得点の荒稼ぎと得点ランキングにも滑り込んできた感、成績の上がらないチームで一人気を吐いたなと思います。あと風間光也選手のハットトリックにも度肝を抜かされましたし、特にフォワードの東野選手の3試合連続ゴール、これはアビスパ福岡にとっては非常に大きかった。 J1 昇格を決めた男と言っていいでしょう。それではここまでが今年の各月の月間ベストイレブンの振り返りでした。次、コンテンツ4つ目として2020年シーズンの年間ベストイレブンをここから一人ずつコメント付きで発表していきたいと思います。それでは早速、石門ジャップが選ぶ2020年 J2 リーグ年間ベストイレブンはこいつらだ。徳島ボルティスからゴールキーパー背番号21番ナオト神福元。37試合出場ということでリーグ再開戦初戦の愛媛戦で大逆転負けを許す4失点と怪我で一時長谷川選手にポジションを明け渡し、出足の悪いシーズンでした。しかもその代わりの長谷川選手も大活躍しておりましたので、そこからポジションを奪い返したのも素晴らしい。それだけ信頼度が厚い選手かなと。守備範囲も広く、神セーブはもちろんのこと、ビルドアップの部分でも一切ビビらずくさびパスを差し込んでおりましたし、気の利いたパスの受け手にもなって組み立てにも参加しており、数的有利を作り出していたのがかなり大きかった。その攻める姿勢のキーパーなので、昨年東京ヴェルディ時代はポカミスも散見されましたが、今年はほぼそういうのなかったんじゃないかなと。そういう意味でも1年を通して高パフォーマンスを発揮していた印象があります。そして次、右サイドバックアビスパ福岡からディフェンダー背番号3番エミルサロモンソン。39試合出場2ゴール10アシスト、なぜ J2 に来た。今シーズン広島から加入した選手ですが、上下動はもちろんのこと異次元の高速クロスがやべえ、相手ディフェンダーは触れず味方のフォワードは触れられるという絶妙な位置に上げる本当にいやらしい選手。ディフェンダーからしたらそこに上げられたら困るというところにピンポイントで上げてくるので本当にディフェンダー泣かせ。そのクロスの質も豊富で、上に上げるパターンもあればライナー気味のクロスなど
使い分けており、フォワードは合わせに行かなくても合わせてくれるので、フォワードからしたら天使、ディフェンダーからしたら悪魔のような選手だったと思います。しかもフリーキックも蹴れて、アウェー栃木 SC 戦のポストに当てて入れたフリーキックとかはマジで印象に残っています。そして次、センターバック1人目、同じくアビスパ福岡からディフェンダー背番号50番、匠上島。41試合出場2ゴール、レンタル元の柏レイソル、ディフェンダーに怪我人続出していて、レンタルに出しといていいのと思うくらい素晴らしい活躍。シーズン中に柏レイソルに戻されないかと思うくらいたくましい活躍だったと思います。身体能力の高さを遺憾なく発揮した1対1は J2 最強。高さもありつつスピードが半端じゃない。甘い顔とは裏腹に激しい守備。多分この選手をドリブルで剥がすことはできないです。ドーグラス・グローリー選手と共に福岡の壁となっておりました。このドーグラス・グローリー選手も入れたかったぐらい。そしてこの上島選手の活躍で改めて思うんですが、柏と福岡のつながりを、井原さんの存在がかなり大きいとは思うんですが、そんなアジアの壁と評されている井原氏の元だと、センターバックの系統を引き継ぐものなんでしょうか。来年、上島選手は柏なのか、福岡なのか、その動向には注目かなと思います。そして次、もう一人のセンターバックとして、ジュビロ磐田から、ディフェンダー背番号15番、ヒロキー伊藤。37試合2ゴール。この選手にはスケールがある。本来ボランチの選手なんですが、ディフェンス能力は期待以上に高く、シュートブロックする様はまさに壁。しかし壁になるような選手とは思えないくらい、磐田では後方からの組み立ての中心選手として、後ろからチームを攻撃でも支えてた印象があります。左足のフィードとくさびパスは今シーズンの磐田の武器だったと思います。そして次、左サイドバック、ギラバンツ北九州から、ディフェンダー背番号3番、ケンタ福森。36試合出場、1ゴール、8アシスト。この選手は1対1強いは、攻撃時の上がるタイミングは絶妙和で、左右のサイドバックができる万能性があり、強さと賢さを兼ね備えた選手かなと思います。おまけにフリーキックもえぐい。ホームの新潟戦で決めたフリーキック。距離めちゃめちゃあるんですけど、ポストに当てて入れ込みましたから、サロモンソン選手のフリーキック同様神様コース。キックにパンチ力があり、また別の試合でも似たようなバー直撃のフリーキックを蹴っており、可能性を感じるフリーキックを蹴るところも、この選手の魅力なのかなと思います。そして次、ボランチ、まず一人目。徳島ボルティスから、ミッドフィルダー背番号8番、ケン、岩尾。42試合出場、6ゴール、3アシスト。この選手を選ばんわけにはいかないでしょう。説明不要の徳島の心臓。基本ボールを取られない。ボランチの必須能力だとは思うんですが、それを当たり前にこなすところと、守備もタイトで、どこにボールがこぼれるかを察知する能力もあり、賢い。ボール回しでも、どこでボールを引き出すべきかよくわかっている。しかも味方選手が上がった時に、できるスペースをきっちり埋めたりなど、チームとしての隙を見せない戦いぶりをしていた要因として、この選手の存在は大きかったと思います。おまけに今シーズンは得点も多く取っており、PK の時は安心感がありました。来シーズン J1 の舞台でどこまでやれるのか、全 J2 民注目の的だと思います。そして次、もう一人のボランチ、ビファーレン長崎からミッドフィルダー背番号40番、カイオーセザール。40試合出場6ゴール2アシスト。この選手はマジでチート。スケールがでかすぎて、なんで J2 にいるのというレベル。193センチのガタイから成り立つスライドの長いボールダッシュは唯一無二。取られる側の選手も驚きでしょう。しかも攻撃は意外と繊細で、ワンタッチを駆使してコンビネーションで崩していく様は見た目と不一致すぎて笑えるレベル。ロングシュートのセンスもありますし、川崎からのレンタル選手ということで、その動向がどうなるのか、もう J2 にいていい選手ではないのは明らか。長崎としては絶対残したいでしょうが、残留してもらうには大金を叩かないといけないでしょう。その動向はいかに。そして次、ミッドフィルダー攻撃を司る選手として、ギラバンツ北九州から、ミッドフィルダー背番号10番、大悟、高橋。41試合出場9ゴール6アシスト。もう彼は上手すぎる。
ドリブルで剥がせるはパサーとしても有能で、左足の細かいタッチが様になりすぎている。まさにサッカーの上手いお兄さんっていう感じ。しかも顔を出ししてボールを引き出す動きも良し、捌くのも良し、ペナルティエリア付近になると大胆にテクニックを披露したりと、状況に応じたボールの持ち方ができており、意外と無駄なことをしないテクニシャン。北九州の躍進を支えた中心選手と言っていいでしょう。レンタル元が清水だったはずなので、彼の動向もいかに。そして次、フォワード。まず一人目。ミトホーリーホックから、フォワード背番号10番。カズマー山口。35試合出場、15ゴール7アシスト。まずこの圧倒的な数字でしょう。J2 で一番の得点力を支えた水戸の中心選手。うまさもあるんですが、どちらかというと怖い選手かなと。超強気な顔つきとゴール前での貪欲な姿勢が最終彼にボールが渡るのかなと。 J2 の本田圭介と言っていいでしょう。自信があるんでしょう。プロフィール写真とサッカーしている時とで顔つきが全然違う。そんな彼を警戒していると他の選手が開くという好循環。一人で運んで点も取れる選手なので、来年 J2 にはいないでしょう。彼がそもそも J2 にいる自分を許さないと思います。レンタル元の鹿島に復帰なのか、そんな彼の動向もいかに。そして次、二人目のフォワード、アビスパ福岡から、フォワード背番号26番、ダイヤートード。41試合出場、11ゴール3アシスト。日本最強実業団チーム、ホンダ FC から川崎経由でレンタル選手ということで、ホンダ FC といえば古橋選手。どうしても彼と重ねてしまいます。今季の福岡の J1 昇格を決めた男と言ってもいいでしょう。10月くらいから点をあまり決められなくなったものの、前線で走り回ってて貢献度は高かったです。そして昇格争い真っ只中の終盤戦、ここで3試合連続ゴールっていうのが本当に価値ありすぎました。長崎が後ろから追走してきていて、かつチームとして引き分けが増えていて不安視されている中、東野選手が福岡の J1 昇格へのエンジンをかけたと言ってもいいでしょう。金沢戦の同点ゴールに京都戦と愛媛戦の追加点、どれも価値がでかい。金沢戦はドリブルで長距離で持ち運び、ワンツーでシュート、キーパーのミスもありましたが、総力と気持ちで押し込んだゴール。そして京都戦と愛媛戦のゴールは技術力がやばい。トラップしてからシュートを打つまでの間合いが早すぎる。ディフェンスがブロックしようとしたらもうシュートを打たれている的な。たった1年でアビスパ福岡のエースに君臨しましたし、来年川崎フロンターレの復帰が濃厚みたいですが、出場機会の制限もありそうなので、個人的にはアビスパ福岡で見てみたい。もう1年アビスパ福岡でエースとして君臨する当の選手を見たい J2 民の願いでもあります。そして次、最後のフォワードとしてゴール前にどっしり構えるのは、京都サンガ FC からフォワード背番号9番、ピーターウタカ。40試合出場、22ゴール5アシスト。単純に得点王でもありますから、36歳アフリカ人の体はどうなってるんだと。ホームサンガスタジアムではめっちゃ点取るし、一方アウェーではなかなか点取らないなと思っていた矢先に、モンテディオ山形戦での4得点のハットトリックはファンだけでなく監督も虜にするレベル。そんなゴール前でのゴールハンターぶりもやばいんですが、くさびになってボールをキープする様と、組み立てを中心としてする様がピーター・ウタカならぬスーパー・ウタカ。そんな彼に頼りすぎて肝心なチームはサッカーの方向性がブレてしまう始末。それくらいカリスマ性のある監督じゃないと、チームがピーター・ウタカ選手に飲み込まれてしまうくらい影響力が絶大。そんな彼に関しては表現すると、速い、うまい、強い、賢い、ずるいの5拍子がぴったり。彼に関しては彼一人だけで12分超えの動画を1本作っているので、よかったらぜひ見てみてください。そしてそんな彼は FC 町田ゼルビアに移籍濃厚となっておりましたが、一転京都に逆転残留が決定したということで、新監督の長期 J 体制の下で来年ピーター・ウタカ選手がどう活躍するのか、 J2 民の注目の的になるのは間違いなしかなと思います。以上で全員の発表を終えましたが、皆さんこの通りのラインナップとなりましたが、いかがだったでしょうか。J1 からレンタルされている選手がかなり多い。サロモンソン選手に、上島選手に、海洋選手に、高橋選手に、山口選手に、東野選手と、11分の6が J1 からのレンタル選手。それでもかなり強そうなラインナップ。目指すサッカーは失点覚悟の超ハイラインで、ボール支配率は 55% くらい。相手のハーフェイラインでボールを常に保持して、点を取りまくるサッカーを目指せると思います。
上福本選手からつなぎ、岩尾選手を中継して、高橋選手がゲームを作り、前線の3人でフィニッシュ。相手に取られても、カイオ・セザール選手がかっさらい、気の利いた位置にいる福森選手とサロモンソン選手、どちらかのサイドを使って、サイド崩しにかかります。もしくは伊藤選手からのフィードか、くさびで一気に中央突破など、バリエーションは豊富。ディフェンスでも、まずカイオ選手がとことん潰しに来てくれますし、最後の最後に上島選手と上福本選手の神様が二人控えてるという定石な体制。しかも両サイドバックフリーキックが蹴れるので無駄がない。そんな一 J2 民のドリームチームを作りましたが、最後にコンテンツ5番目に、この年間ベスト11に選びたかったけど数の関係で漏れてしまった。けど、この選手もベスト11に組み込みたかったという悩みに悩んで、本家の年間ベスト11から漏れてしまったサブ年間ベスト11をここから一気に表示します。それでは早速、石門ジャップが選ぶ2020年 J2 リーグサブ年間ベスト11はこいつらだ。本当にこの11人は全員本家のベスト11に選びたかった。未だにこれで良かったのかとさえ思っています。特に秋元選手や藤田ジョエルチマ選手なんてチームの戦術そのものだったので影響力がすごかった。しかし本家のベスト11に入らなかった要因としては未だに説明がしづらいんですが、チームに及ぼした成績などを鑑みてやむなく漏れてしまったのかなと。とはいえ、こうやって本家ベスト11とサブベスト11並べてみても遜色はないかなと。どっちが本家年間ベスト11やねと思った方も少なからずいるんじゃないでしょうか。こうやって今年発見した選手をいろいろと語り尽くすことができました。その他にも語りたい選手はいますが、一人でずっと話すのは寂しいので、ここら辺で、この動画で挙げた選手の半数以上の選手が J1 に移籍すると思います。ヴィッセル神戸、横浜 F マリノス、大分トリニータのかつての補強にも現れている通り、今年は特に浦和レッズの補強にも象徴されております。J2 で活躍した選手が J1 で当たり前のように活躍する時代、もうすでに J1 昇格を果たしたチームの選手を除いて、来年どの選手が J1 に移籍するのか。今現在も多くの選手が出世移籍が多く発表されていますが、 J2 民の楽しみとして出世移籍を見守りつつ、楽しみにしてここらで終わっていきたいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。